気を失っているだけのようだ。これで邪魔な犬はいなくなりましたね。だったら君の犬も下がらせてもらえないかな。これじゃ不公平だよ。そうしたいのは山々なのですが、そうするとこのお嬢さんはまた逃げようとしますからね。もうしばらくこうさせていただきますよ。リディア、逃げようとしたの？悪くないよ。君らしくていいね。さすが僕のリディアだ。それに逃げようとしてまで僕のところへ帰りたかったんだろう。僕への愛を体で表現してくれたわけだ。指輪？そういえばその指輪してくれてるんだね。僕と結婚してくれる気になったんだ。というわけでユリシス、僕たちは君のくだらない遊びに付き合ってる時間はなくなった。今すぐリディアを返してくる。これから彼女と結婚しないといけないからね。あなたはご自分の立場を分かってないようだ。私はこの女を今すぐにでも殺すことができるのですよ。その手の宝剣をこちらに。それともあなたを先に殺して差し上げましょうか。黙れ女。無駄ですよ。あなたにその宝剣は扱えない。俺が本物の青騎士伯爵だ。剣で防いだか。だが剣は盾にするものではありませんよ、伯爵。やはりあなたにその剣はふさわしくないようだ。君には扱えるとでも？もちろんですよ。俺にはあなたと違って力がある。青騎士伯爵から受け継がれた力がね。行け。
やった。やっと手に入れたぞ。これがメローの宝剣、青騎士伯爵の剣だ。伯爵、確かに返していただきましたよ、私の剣をね。ユリシス、君には過ぎたものだ。その剣を持つ品格がまるで備わっていない。いやし、君にはね。その状態で人の神経を魚でできるあなたはさすがですね。手始めにあなたを殺してあげますよ、伯爵。いいえ、もうあなたは伯爵ではない、テッド。伯爵でも何者でもなくなったあなたにあるのは絶望のみ。どうせ生きていても仕方ないでしょう。君に情けをかけてもらえるなんてね。おい、リディア、リディア。お嬢様、お嬢様。リディア、無事か？今助けてやるぞ。あいつと黒曜犬の注意が伯爵に向いてる今しかないんだ。いいか、リディア。よし、行くぞ。お任せください。さあみんな、お嬢様をお助けするぞ。今だ、リディア。死ね。リディア、来るな。愚かな女だ。リディア、リディア。
剣が動かない。どういうことだ。貴様。これは返してもらうよ。それから僕の大切な婚約者も。リディア、ああ、やっとこの手に触れることができた。リディア、君は再会を喜んでくれないの？僕は君に会えなくて、身も心も張り裂けそうだったよ。それとも嬉しくて言葉も出ない？リディア、冒険がリディアの前で止まったことだね。リディアの僕を思う愛の力かな。君に剣が届く直前、指輪が小さく光った。輝いている。それにリディアを切ろうとしたのがこの剣だったからじゃないかな。夫が妻を切るだなんてあってはならないことだよ。
おのれ、殺してやれ、殺してやれ、どいつもこいつも俺の邪魔ばかりしやがって。なんだ、今だ、宝剣を振れ。宝剣を、大丈夫、僕はここにいるから。我が主よ。誰だかわからないけど、君に従おう。剣を振った直後、ユリシスの叫び声がした。おそらく黒曜剣も一緒に。剣から声がした。我が主と。そうかな。リディアがそう言ってくれると信じられるよ。大丈夫、ユリシスにやられたところが少し痛むだけだよ。ありがとう。十分だよ。でも、みんな無事だった。それに今リディアに抱きしめてもらえてるからね。ユリシスのおかげかな。
だってこんな状態じゃないとリディアに抱きしめてもらえることなんてなさそうだから。ひどいね。君のために頑張ったっていうのに。冗談だよ。僕がここに来たのは僕の意志だ。君を助けたい一心で、ただそれだけでここに来た。他のことなんて何も見えなくなるくらいにね。本当だよ。リディアがユリシスに連れ去られて、僕は気が狂いそうだった。実際に狂った。ポールにひどく八つ当たってしまったからね。ポールも一緒に来たがってたんだけど、彼には待ってもらうことにした。約束したんだよ。リディアを取り戻して必ず帰ってくるってね。だから帰ろ、リディア。僕と一緒に。僕から離れる。僕はそんなこと思ってないよ。させない。なんだったら今すぐ結婚してもいい。だってリディア、指輪はめてくれているじゃないか。僕の気持ちを受け止めてくれたってことだよね。いつまでもリディアに抱かれていたいけど、そうとなったら早く帰らないといけないね。式の日取りを決めないと。その前にミス・フリーダに手紙を書かないと。僕とリディアの結婚が決まったって。そうすれば名実ともにリディアは僕の妻ってことになる。ケルピーももう邪魔できなくなるだろ。今回手を貸してくれたことには感謝しているけど、こればっかりは譲れない。途中まではね。国用犬の相手をしてもらったけど、死んでないだろうな。リディア、あの馬のこと考えてる？僕も来たよ。来てほしくなかった？やっぱり僕のことは嫌い？本当に僕のこと好き？今さら嘘なんて言わないよね。
じゃあ証明してくれる？リディアの気持ち。キスしてくれる？僕はもう体を動かすことができない。だからリディアからしてほしいな。ダメ？君を助けるためにこうなってしまったこと、僕はちっとも悔いてないからね。リディア、愛してるよ。君が僕を好きな以上に、僕はずっと君を思ってる。明日が訪れることに